ジリキットは太陽国の王太后。国王ラーマ9世の王妃であった。原国王、ラーマ10世の母。中仏陸軍大将、チャンタブリースラマーと王子の娘。ラーマ9世と同じく、ラーマ5世を祖父とする。タイでは、プミポン前国王と共に、国民から絶大の人気がある。モノグラム期1932年8月12日、バンコクで誕生。 4歳になった1936年、クイーンズスクールの幼稚園に通った。当時、タイの政治情勢は、立憲革命によって、立憲君主制への移行を得ていた。しかし、世界情勢の激変に伴い、バンコクは何度か空襲を受けた。イギリスにある、グレード2から高校までのクラスがあるフランシス・シャビエル、コンビントスクールに入学したシリキットは、ピアノレッスンを始めた。 第二次世界大戦後の1946年、シリキットは13歳でグレード3を卒業した。留学中のシリキットは英語とフランス語を学び、教師とのピアノレッスンも続けてきた。間もなく父親は公務でフランスに移住し、パリにある有名な音楽学校でシリキットの勉強を続けようとしていた。大幹式でのシリキットフランス留学中のシリキットは、 学業のために滞在していたプミポン国王と出会う。音楽と芸術に興味があった国王の頼みでピアノ演奏を行った。1949年7月19日、プミポン国王との婚約が発表され、1950年に結婚。モムラーチャオンシリキットキティアーコーンが以前の正式名称であったが、1954年、 プーミポン王が仏教会に出家して一時的に公務を除いたので、摂政となり、ソムデットプラナーアンチャーをシリキットプラボロムラーチニーナートが正式名称となった。今でもその故障が正式名称として使われている。なお一部日本語メディアに使われるシリキという表記は、言語ののの文字に無音化記号が使われているためで、あるが、この場合は発音するので、 シリキットの表記が正しい。歴代の故障1954年以来退席十字の総裁も務める。プミポン国王がよく行われていた地方視察にも積極的に足を運び、いつも笑顔で気安く振る舞う王妃の姿には国民からの人気は高かった。誕生日である8月12日は国内で祝日に指定されており、またタイにおける母の日でもある。 日本とも関係が深く、1963年5月にプミポン国王と共に日本を公式訪問した。この訪問とは別に、1981年5月と1993年4月、1997年9月に日本を非公式訪問している。ロシア訪問においてまた、2011年の東日本大地震の時には、 国王と共に2600万円の寄付をした。王妃の孫にあたるプムジェンセンは2004年のスマトラ島沖地震で亡くなっており、その際、日本が復興支援に力を尽くした恩返しという意味合いのもとで寄付した。一家の記念紙幣で肖像が使用されている。近年は入院状態が続いており、国民の前に姿を見せることはほとんどない。 2012年7月21日の朝、王妃が宮殿内で散歩していたところ、急にめまいがしたため、精密検査を受けた。診断結果は、脳の血流不全で、意識はしっかりしており言語障害もなかったが、しばらくの間は大事をとって静養すると発表された。3週間後の王妃80歳の誕生日式典には、欠席し、 同年12月5日のプミポン国王85歳の誕生日式典を欠席した。2013年8月1日、プミポン国王と共に退院し、国民からは喜びの声で祝福された。2014年3月には、左目の白内障の手術を受けた。2015年5月から、バンコクの大国立シリラート病院に入院した。 その後、プミポン国王と共に退院した際、王妃が通る道は、人で埋め尽くされた。久しぶりに国民に姿を見せた。2016年4月16日、熊本地震が起きた際、国王と王妃は天皇宛に、陛下と日本の人々に心から、お悔やみを申し上げたいと記した書簡を送った。2016年7月、王妃は、肺炎と血液感染で、 バンコクの国立チュラロンコン病院に搬送され、治療を受けた。2016年10月13日、プミポン国王が死去。秋人天皇は、プミポン国王法御に際して、シリキット王妃と大政府に朝電を送った。2016年11月29日、王室当局は、肺炎で入院していた王妃が退院し、宮殿に戻ったと発表された。 2017年3月、秋人天皇はベトナム訪問の木とタイに立ち寄り、プミポン国王のイタイアンチショ省を訪問した。この時、シリキッド王妃とは対面していない。85歳の誕生日を迎えた2017年8月12日に公開された写真には白髪になった現在の王妃の姿が映っていた。2017年10月26日から行われた。 プミポン国王の葬儀には出席していない。ラーマ旧姓国王との間に一男三女の四人の子女がいる。ありがとうございます。